はい、というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。新曲ですよ、はいはい、あるでしょうと、うん、まあ、今でもいっぱいありましたけど、まあ、ちょっとシリーズ化してくるよ、ね、そうですね、はいはい、まあ、まだまだこんなもんじゃないですかでしょうね。まあだからね、僕の中では大したことじゃないんだけど、それがね、意外とそれが話をすると、いやいやそんなことって状況普通ないでしょうとか、うん、結構あるんですよ、はい、でまあ、ある時また夜の話なんですけど、夜ですね、はい、まあこれもよくある光景で、まあ、酔っ払ってるような男が寝てたわけですよ、はいはい、でまたこの寝方がちょっと面白くて、うん、まあ、後ろにね、まあ、網フェンスがあるんですよね、はいはい、まあ、ここ駐車場なんだけど、まあ、ちょっと網みたいな後ろが網で、うんうん、ほんでね、もう要するに首だけなんですね、かかってんのがね、あ、このフェンスに、まあ、ここだけでこんな感じを、そうそうそう、はいはい、体は寝てる、もう首だけかかってる、これで全体で支えてるんです、そう、はい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 、これ楽なんかなぐらい僕見てたわけですよそうなんですよね、痛い痛い、まあでも酔っ払ってんだろうな。でまあ格好的に言うとワイシャツに、うん、まあ本当スラックスみたいな、まあなんですか、スーツのまあ上着を取ったような、はい、まあ、そんな感じ、サラリーマンっちゃサラリーマン、うん、うん、そうでもないっちゃそうでもない、分からないね、ぐらい、はい、で僕何の気なしに通りかかって、おーすげえここで寝てんなーと思ったら、ちょっと目についてね、何が、おティンティンが出てるんですよその方の、そう、ズボンちゃんと履いてるんですよ、どういうこと、何で出てる、要するにズボンはちゃんと履いてんだけど、チャックが下がっててそこから顔を出してるんですよまたこれがね、可愛いぐらいもう縮こまっちゃいのがねちょこっと、これそうだよな、一瞬なんか違うものかと一瞬見えたんだけど、でもこれだな、う、はいはい、もう僕もう顔近づけるぐらいになっちゃったあれこれそうだよな、出てるよなと、可愛らしいのね、もう本当もうかぶっちゃってるわけですよ、はいはい、もうねはいはいはい、まあ人それぞれですよ、そうそうそう、はいはい、ほんでちょこっと出てる、あれで僕思って、あ、これなんかタチションかなんかしようとして、そのまま行っちゃったかな、はいはい、と思ったわけですよ、まあそれが濃い気しますよね。でもね、そうやってちょっと僕ちょっと写真撮ろうかなぐらいになってで、見てたらその人が、あー痛い、あー痛いって言うわけですよ。なってる、あれこれもしかしておしっこしようとしてやったらよろけて、あ、ガンと頭打ったりしてこの格好じゃなきゃ考え、まあ、首だけ、ね、確かにこれなんなら首も地面に行っちゃった方が絶対楽なんですよ、ね、確かに確かに、でもその状態で、って言ってるわけですよ。もうこれ大丈夫かと、ね、ちょっと危険な香りしますね。で見てたら前からカップルが歩いてきたんです。カップル、若いお兄ちゃん2人と、若いお兄ちゃんと若い子のカップルが、はいはいはい、なんかコンビニ帰りみたいな感じで歩いてきたんですよ、はいはいはい、で僕がこうやって見てると、まあ、僕の前を通って「何この人」って感じで見たら、はい、女の子が「出てる!」って言うんですよ見つけたんだ。で、はい、お彼氏も「おとか言ってたわけですよでもまたその彼女も面白いのがカメラ向ける音してるわけで、彼氏が「やめろよ」ちょっとモロモロみたいな、これどうすんだよこんな写真撮ってね。でも僕もで僕の顔見て彼氏もなんてもうちょっとえしゃくだかしちゃったわけで、まあ、僕もまあそれを見て面白くて見てたんだろうなでもこの首の状態ですよね、はい、まあここになってることね、はい、また「あーい」って「あーい」ってつってるわけですよ。ほんでそうこうしてるうちにまた一人ちょっとね、なんつうのかな、まあ OL さんですかね、はいはい、30代ぐらいの OL さんが歩いてきて、でまた「はっ」っていう感じで倒れてる、はい、でまあそこの股間に目が行ったかどうかわかんないですけど、大丈夫なんですかって、まあなんならもうその人から見たら3人が立ってる状態で1人が倒れてるわけだから、はいはい、何かあったなって思って、まあこうやってどうしたんですか、うんうんうん、どうしたんですかみたいな感じになって、でも途中でって顔するの、出てることで気づくわけあそこにいるじゃん、そうそうそう出ちゃってるわけですねこれね、またでもやっぱりおしっこ、別になんかちょっと漏らしてるっていう感じもない、なんならおしっこした後に倒れたんならおしっことかあってもおかしく、まあ、ね、でもない、はい、で首だけでこう、あ、支えてるわけですよ、うん、フェイスよね、そうそうそう、で、あーいて、あーいてっつって、なんかこれちょっとどっか打ったんじゃないの、うん、危ないかもしれない、はい、ね、大丈夫、ちょっと救急車呼んだ方がいいかなってるわけですよ、はい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 、ね、それなんか二人でいろいろ会話してたってことですか、いやじゃあもう、なんつうのかな、アイコンタクトっつうのそうそうそう、カップル2人は大丈夫とか言ってんだけど、はいはい、まあ、結局僕ら、まあ、全部で5人いるわけですよ、この人も含めて、そう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 、ね、あ、だそうか、うん、僕とカップル2人と4人ですね、はい、4人でまあ顔を合わせながら、まあ、言ってる言葉っていう言葉じゃないですか、まあ、多分そう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 そこういう会話が、もう無言の会話が成立してるわけ、アイコンタクトで全部成立してるんですか、ね、はい、でまたしばらくしたら、はい、あーいってあーいってこれ絶対頭打ったんだよ、はいはいはい、もしかしたら血出てるかもしんねえから、はいはいはい、誰か確認した方がいいと、
とちゃんと相談したの。いや、その行こうって多分無理でしょ。いやいや、多分そう、僕とその彼氏は多分そういう感じだった。伝わってんだ。大丈夫、血大丈夫ぐらいの、もうちょっとリアクション見た方がいいんじゃない。ちょっと大丈夫。あ、そうそうそう、って言ったろ。まあ、僕ら一言も喋ってないですけど。無論なんすか。でもさ、こんな会話が多分成り立ってる。これはもうさ、いい加減救急車呼んだ方がいい。はい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 、ね、なんならまあほら、お巡りさんとか来ないかなぐらいの感じで、うんうんうん、なんかちょっと彼女の方なんかこんなのキョロキョロしてるわけですよ。いないかなみたいな。多分、多分か、あれですよね、お巡りさんが、見回りのお巡りさんが来ないかなって探してるかもしんない。わ、はいはい、かんないですよ、それもよくわかんない。まあ、でもなんかキョロキョロ飽きちゃったのかもしんないけどね。でもやっぱもうずーっと、でこれ本当に やばい状態だったらもう救急車呼ばないともう手遅れになるかもしれない、うん、でこれ首の骨ね。そうですね、折れててもおかしくないんじゃねえぐらい言ってるわけですよ。それはイッシャン出てる。いや、アイコンって言ってるって言ってる。言ってない、アイコンって。僕はもう、僕はもう一人で会話してたんだって。もうこれいい加減やばいんじゃないかなと思って、はい、やっぱりそう。でそしたらもう一人がちょっとね、そのなんつうの、あと一番最後に来た女性が、はいはい、しゃがんでなんかちょっと頭のあたりを一番見始めたんですよ。はいはいはい、やっぱりあ、これ血が出てると思ってるな、頭打ったんじゃないかと思って、何かあったの。そしたらまた「うわーいって、うわーいって」って言いながら「かおりちゃんに会いたい」って言ったの。かおりちゃんに会いたい、そう、これ「いてえ」じゃなくて「会いたい」って言ったの。そういうことか、そこの語尾か。でもそこで「何言ってんだよ」みたいな感じで、まあ、彼氏これを初めて言葉発しちゃった。「しゃって」って言ったらちょっと我に返って「何や、あいてって今度本当にあいてって首いてる。あいてってずっとこの首だけで支えてたんだ。はいはいはい。起きた瞬間本当に気になって。やっぱさっきの言い方と同じなんだ。あいてあいてっつってのと、あいてっつってのと。いやもう一緒一緒。判別つかないですよ。はいはいはい。だけどまあ香織ちゃんに会いたいっていうのを多分夢の中に出てきてたんでしょうね。はい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 、ね、奥さんか彼氏、まあ、彼女かわかんないですけど、香織ちゃんが出てきてて、はい、あー香織ちゃんに会いて。会いたいって言ってたんだよ多分。うわごとで。でも僕らはいてえっつってると思ってるから心配してたんだ、はい、でまあ起きた瞬間に「あいて」ってこの首を見てって言いながら起きて、うん、自分の股間を見てスッと隠すっていうお話です。オチがそうそう、もうチンチン出てるところね、4人の目があるわけですよ。見れるとこ分かるんですもんね。そうそうそうっていうお話です。ありがとうございました。はい、翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な。チャンネル登録してくれよ、な、な。